よし。よいしょ。どうした佐伯さん、何に気づいてしまったんだ。世界の真理か。声出てる？声は、うん、出てるね。はい、ということで夜中のちょっとした配信でございます。佐伯さんこんばんは、うん、よいしょ。ちょっとね、すごく眠いんだけれど、寝てはいけない理由があって録音忘れてました。ありがとうございます。お、よかった。ちょっとツイッターの宣伝をまだ終えてないので、そこだけ待っていただけるとありがたいかな。ちょっと待ってね。もうこんな時間だから今日はちょっと静かめのトーンでいこうかな。トマトさんこんばんは。いや、眠いのに寝れないというのは少々きついね。久しぶりに味わったよこの感覚。しかも仕事以外の理由でな。FGO フェイト、毎回このフェイトのスタートしようとすると、無理に寝ようとすると、そうそうそう、無理に寝ようとするとね、逆にえ、なんで寝るだけのことでこんなイライラしなきゃいけないのみたいな感じの感情が込み上げてきちゃうからね。よいしょ。よし、さあ始めるとしよう今日の配信を。まあね、無理に寝るのは、眠れないんだったら無理に寝なくていいじゃない。家族に迷惑がかからない程度で。いやー、配信、おー、あー、いきなりここまで飛ばされるのか。配信外でさ、ちょっと動画を見てて、ブリテン・ゴット・タレントっていう、簡単に言えば何かな、タレントショーってわかるかな。なんか、一般人の人がすごい技術を見せる番組みたいな。お、エピソさんいらっしゃい。またこんな時間よ。そう、またこんな時間ですね。配信が相変わらず。あ、これ5分の話か。ちょっと、そのタレントショー、イギリスのやつね、見ててちょっと泣いちゃった。久々に。お、シエラザードが声出てくるか。はい、あーん。やばいやばい、どん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 やって、エクストラリンク遊べるようになりました。あ、マジで。よっしゃ、じゃあ後でやろうかな。後でっていうか、あれあれだよ、もうそれもまた配信にするか。エクストラリンクどうしようかな。配信にするか動画にするか、ちょっと悩むな。なんか最近動画のネタがあまりないから、動画としてやりたい感じもするし、ただ生配信で遊びたいような気も。無双ゲーってたまに無言になる瞬間あるから、動画の方がいいのかな。よし、左行こう。妙な匂いのする廊下ときたか。どんだろう、シージかわいいな。声いいなと思ったら安定の川澄さんよ。しかもちょっと、円卓関係のがあるんだよね、多分シージは。マジかよ、当たり引いたわ。びっくりするわ。マジか。秘書官においてボイスを聞くとガウェインについて触れてるからね。指示。あ、そっか、いつも通りの編成でいいのか。ただそのガウェインがどんな人物かっていうのはまだ出てきてないから、まあ、CG のキャラクターストーリーかなんかでもうちょっと掘り下げられることを祈るな。なんだか酒臭い。あ、こっからちょっと酔ってくるのか。
緑パック買うか、エクシャ欲しい。あ、まあ、購入してもいいと思うんだったら買っていいですかね。誰かいる。またハリとシェーラザードだ。にしても春日さんから見たらまたハリとシェーラザードって結構あかん格好してると思うんだけど、何かな。より白が一応パールバティだから衣装にはもう突っ込む気はないのかな。正直江戸時代の日本からしたら相当お服のセンスがやばいと思うんだけど、あ、高評価早速2つありがとうございます。どんな重要事ですか。宴会芸花鳥風月花鳥あ、どの作品かはねちょっと置いといて、その作品あ、いや思ってんじゃん思ってんじゃん、やっぱお服がどうとか思ってんじゃないですか、やっぱ。気がするな、いつもより。ちょっと底上げしよう。いささかまずいことになるかもしれません。恐るべき攻撃そのものです。止まり、また針の方がハートマークを飛ばしてくるやつ。よし、助け出そう。簡単な話だ。救ってやろうじゃないか。ああ、HP。あ、結構高いね。愛そうか。殺す来る気ルーニ。あ、HP がどれだけ高くおろうとも、ダウンスロットの敵ではない。沈めてしまえ。来る気ルーニ。こういうこともできる。ワンチャンシヘラザード沈まないから、攻撃はシヘラザードに打っておくか。はいはいはい。やってしまえ、ホトトギス、ナイトオブオーラ。ああ、そう。ああ、倒せるか。よし、じゃあ大丈夫だ。うん、攻撃回収量早す。なんかエッチなスキルでも発動するんですか、あなた方。乾杯。あ、弱体耐性と入れましょう。ん、あ、え、
あ、すごい、なんか知らんけどランスロットに全然入らんかった。助かる。よかった NP 減少こっちに入ってこなくて、入ってきたらいじめだったわ。こういうこともできる。重ねる CG や欲しいエクシアでもなくスカジだったわ。知ってた。大奥の主題歌、なんだっけ、何のデカダンスだっけ。ちょっと待って、タイトルを綺麗には覚えれてないんだよ。ただオープニング私も好きですね。フルで聞くととてもスケベな曲ということがよくわかります。死んでしまいます。やめてください。いろいろ PV に流れる BGM 全部とてもいいんだよな。待って、ちょっと待って、ゲーム音声もしかしたら私声負けてるね。ちょっとゲーム音声落とそう。BGM ちっちゃいのに戦闘音でけえな。なんかちょっといじるかな。切り捨て。身内でござった。大奥を破壊するランスロット。大奥の中から一体どこにジェット機が。ということでエメラダさん、いらっしゃい。いらっしゃいっていうの忘れてた。ゆっくりしてって、夜中ですが。エメラダさんも夜遅いですね。普段何時寝てるんだろうか皆さん。いよいよ通信があかんくなってしまった。ですから必要なのは魔法のカード。マジックカード発動。花札パワー。洗脳されていたサーバントはうちの陣営の子に戻る。土下座の美しさ、ただものではない。眠いけどこんばんは。平穂さん、いらっしゃい。眠いですね。まあこんなお時間じゃ眠くなってしまうのも仕方がない。ゆっくり私の配信を寝落ち配信にでも使っていただければと思います。私も正直言うとすんばらしく眠い。ただちょっとメールを待ってる。メールを待ってる。本当今日スラホスカディ来て評価爆上がりした。一体やね。本当に前まで全体ちょっと便利なバーサーカーぐらいの評価しかなかったけど、逆にスカディ来る前どんな風に使ってるか忘れちゃうぐらいだわ正直。本当に前どんな使い方しとったっけランスロットって。サービス初期の頃結構早めに追加されたサーバントっていう記憶はあるんだけれど、どんな風に使ってたか全く覚えてないよ。あの子に関しちゃ。そもそもクイックパなんて使うのレベルだったからね。ああそうね、間違いなく。スカディ一人に助けられたクイックキャラは、うん、わお。でもスカディで評価上がったのに、最近はボイジャーとかいう2体でも HP 突破できればスカスカできる子ができたから影がまた薄まった。ボイジャーとエドモン比べられとるのか、初めて知ったなそれは。ちょっと待ってね。ゲームの BGM をちょっと上げたい。あれ上がるじゃん。ああでも十分高いのか今の段階でも。7ぐらいでいいか。ランク2もそうだけど、こっちはバーサーカーなのが偉すぎるし、星4でコスト低いのが。ああね、そりゃそうやね。どっち行こうかな。こっちだ。今回は迷路にどれだけダイレクトに行けるか。相性を取られないのがそうお互いの利点だからね。本当に誰に対してもある程度強いっていうのが
ボイジャーはね、ただ私自前で使ったことがないから、あれなのよね。どれだけ NP 吸収量が高いのか、あと、ガンク2はある程度、なんだ、レベルの高いボス戦とかでも使えるじゃない？火力、本人の火力がえげつねえ高いのと、そういうのがあるから。でね、ランスロはランスロで好きなんだけどね、ちょっと難点なのが、この子あれなのよね。ランスロはトツカレじゃないとちょっと難しいっていうのがあるから運用が。だからここウェーブ2が基本だから助かってるんだけど、ウェーブなんだ増えてくるとすげえ扱いづれえなってなっちゃうんだよね、私がトツカレを持ってないせいで。まあこういうところだとめちゃくちゃ使いやすいから、もう使い倒すけどな、許せランスロット、お前に休息の時間はない。間違えた。ボイジャー持ってる人の率直な意見聞きたいな。ガンクツオとボイジャーだったらどっちが便利ですかっていう。NP 吸収量が一番気になる。どんくらいなのか。おっと。いや、あ、まあランスロット倒せるわ。あれ？あ、ウェーブ2なかったわ。あれ？気のせいか。初めてスカスカランスロ使った時のクリティカル火力、言葉なくした思い。あああるね。いや初のね、なんかホーグクイック、クイッククイックっていう組み方をした時のガンクツオの火力、今でも覚えてるわ。マジで頭いかれてんなこれと思った。火力のインフレやばかったよな、あの時期。スカスカが残した財産は本当に偉大だ。なんか長いな、この廊下。体重が少し軽くなった。お酒を飲むと体重が軽く感じるのかな、僕はないけど。わーい、危機新種だ。ありがてえ。心臓をよこせ。ここ確か心臓がもらえるところでしょ、私知ってるよ。先に進む。クラクラする廊下。奥に部屋がある。ちょっと一休みしたい。酔ったグダコってちょっとエッチだと思うんだ私。デレッデレじゃねえか、またハリ。ゴリラアーチャーの火力も笑えるレベルですね。待って、ゴリラアーチャーって誰だ。え、ゴリラアーチャーって誰いたっけ。ゴリラに例えられるアーチャーって、え、誰がおったっけか。アタランテしか出てこねえ。エドモンはスカスカのバフなかったら痛いかな。元の火力がないのも欠点ボイジャーはっきりあるんだけど、 NP 配布光る時もいい。なるほど、クマさん。ああそうね、ああ、あれか、あれか、超人オリオンか。超人オリオンはストーリー以降全く使う機会がないからな、私は持ってないせいで全く使用感が覚えてない。まあただホーグ使った後クリティカルバスターで頭おかしい火力が出てたのは覚えてる。 What the heck is this?ある日森の中クマさんに出会った。低い低い、声が低い。小学校の頃歌ってたような曲をさ、大人になった本気の低いトーンで歌おうとすると本当に恐ろしい気がする。割とホラーだよね。酒を飲ませてどうするつもりだったんですか。どっかへ連れて行くって。
多分クマさん女の子ならナンパしてくるけどね。そうだね。お姉さん遊ばない？あかんあかん、完全にあかんやつや。オリオン風のナンパってどんなナンパなんだろうね。そこのお姉ちゃんお茶しない。あ、でもなんかあのカンナボイスだったら全然再生可能だわ。ランサーがなんかそういう声なイメージだから、オリオンでも対応できちゃうんだよね。でね、ダーリンって、うん、そう、後ろからね、アモーレミオが飛んでくるから。でもあの、結局、ね、どれだけナンパしてもオリオンって、アルテミス帰ってくる、丁寧な本がいっぱいあるから、めちゃくちゃ好きよ、私。あの、オリオンとアルテミスのカップリング。なんかネットとかで転がってるさ、二次創作のさ、オリオン×アルテミスがめっちゃ定点だわ。ダメ元でお願いします。溺れますバブー。おお、酔っているような気がする。おかしい、グダコはまだ未成年だからお酒の感覚がわからないはずなのに。また張りですらバブらせる、さすがの春日さん。そろそろ寝るか、明日6時半出勤だ。マジで4時間しか寝られないね。しかも待って、6時半出勤ってことは大体5時半ぐらいに起きるんかな。わお、睡眠時間が短い。あと17万スカディの絆をあげれば30個もらえる。お、あと17万か。17万、なあ、量が多いなあ。あと一体どれだけのクエストを行けば。上の方に行こう。目がしょぼしょぼしてきた。私も眠くなって目がしょぼしょぼしてきた。うん、進め進め、潰せ。目の前に急に鬼が現れた。ある日王宮の中、ちっちゃいお兄さんに出会った。語呂悪、くっそ語呂悪いわ。二度と歌おうこれ。昔偉い人は言いました。目には目を、歯には歯を、バーサーカーにはバーサーカーを。バーサー飛ばして死んでなさい。だぞだぞだぞ。よし。ああ、ランスロさん便利便利。これがランスロットの力なのね。便利すぎるわ。まあ、今回のイベント最低700は絆もらえるから頑張ればワンチャンある。ああ。まあ嫌でも連れていくことが多いからね、スカディに関しては。嫌でも絆が上がらざるを得ないタイプのキャラだからな。あーさー、よし、次だ。体に風穴がいっぱいできてますね、お兄ちゃん。トゥルトゥトゥン、トゥトゥトゥン、トゥルトゥトゥン、トゥトゥントゥル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 トゥトゥン。世界中の種。おお、長い道だ。また長い道だ。そうそう、クイ1だから消費早いんだよね、ペースが。
目がよどむ廊下。酔ってる時にさ、グダコのグダコグダオの服って結構きついと思うんだよ。あの服ってさ、結構ピチピチじゃない？グダオもグダコも。あの服装で酔ってるのってちょっと嫌だよね。暑そう、単純に。基本的にすげえ暑そうな服ばっか着てるからさ。水着を除いて、水着ぐらいじゃないかな、多分酔っててもあまり気にならない服装。服装ってか、礼儀か。長えな、この道。本当に長えな。中からまたコキが出てきた。許しません。コキっていつも呼んじゃうな。コウニが出てきた。ダメですよ、人を驚かせたら。あ、3体だけか。まったく、よくもまあ3体だけでバーサーカーの前に出られるものだな。貴様ら危機管理能力が少々甘いのではないのか。ナイト・オブ・オーダー。おっと、ちょっとヘッドホンの調子が悪いですね。ちょっと差し直します。ただいまできたかな。うん、音の、質がなんかちょっと変わってたら一言コメントありがた、いただけるとありがたいですな。鈴だー、やったやった、鈴だー。アイテムがうめえ。おっと、また二手か。上に参ろう。舌が回らなくなってきて、うまく喋れない。大丈夫よ、平穂さん、ありがとう。喋れないならジェスチャーでやり取りすればいいじゃんにゃい。いいじゃんにゃい。お、これは多分戦闘なしか。部屋の中から賑やかそうな音が聞こえてくる。世界中の種。こんばんは、ゼアミさん、いらっしゃい。夜遅いね。私も人のこと言えた口ではないが。こんばんは。寝落ち配信へようこそ。鬼たちが宴会を始めていた。混ざりたい。どうしたって。よし、鬼滅のバーサーカーの時間だ。鬼滅の槍かな、ランスロットにかけて。ボイジャーかメルトしか使ってないな、最近は。あー、便利でしょうな、ボイジャーもメルトも。サムネホイホイですね、トムさん、いらっしゃい。昨日からサムネはホイホイ状態だよ。みんなどうせエッチな女の子が見たくて来ちゃったんでしょう。分かってるぜ、分かってる。まあただあのシーン見るにあと3日ぐらいかかると思うんだけどね、ストーリー進行度的には。多分これ倒せっしょ。あれ、まずい。あ、いや、いけるわ。メルトに至ってはカーも当たらなかった腹いせに使ってるから余分に使ってる気がする。なるほどね。いや、メルト優秀だからな。カーマの代わりとしても全然使えるしね。高校から生活リズムを崩せないようにと言われたばっかりなのに、バリッバリ崩れてるバカな高校です。いや、まあね、いいんじゃない。生活リズムは崩れても、ちゃんとそのね、学校の時間に起きれればいいと思うよ。しかも明日学校ないしさ。え、テスト前ってわけでもないんでしょ。多分もうテスト終わったよね、学校は基本的に。テストも終わってんだから、ねえ。
ちょっとぐらい遊ばしてよってなるよね。通路も2つあるように見える。世界中の種。大丈夫大丈夫、俺なんか小学生の時からそうだから。まあ遅刻ばっかしてたけど、それはあかん、そらあかんで、あかん。通路実際に2つあるんだよグダオ。それは胸開けする廊下。お酒を飲んでるわけでもないのに胸のあたりがチリチリする。チリチリするっていう擬音が初めて聞いたの。床がびしょびしょに濡れている。これはお酒のようだ。お、敵襲敵襲。大鬼が亀をひっくり返しながら酒を飲んでいた。なんだって。じゃあ倒そう。赤鬼じゃないか。八面さんこんばんは、いらっしゃい、ゆっくりしてってください。深夜のゲームラジオへようこそ。あ、待って、 HP 高えぞこいつ。ちょっと想像より HP あるわ。投資気流かこれ。ランスロットでやってみよう。ホトトギス、やれぬならやるまで殴ろう。ホトトギス、行けー。ミサイル。床に酒、スピリタスだったら目がやばそう。やべえだろうな。ちょっとした摩擦でボッて燃え上がりそう。半分も削れてないな。少々これはまずいか。どうなる。あまり良い予感はせんぞ。クイックが一枚来た。よし、スター集中だ。理想ではない、理想ではないが、やるしかあるまい。あと授業数日間やって始業式で三者面談やるだけです。ああ、なるほどね。まあだったらいいじゃないか。なあ、死んだ。死んだ、死んだ、死んでる。どうしよう。やべえ、ちょっとこれはよろしくないな。死んでる。死んでんじゃないの。やばい、これ死ぬわ。死んじゃうんじゃないの。待って待って、まずいまずいまずい。いや、ちょっとこれ一旦諦めるのもありか。諦めよう。スノーに撤退だ。スタミナどうせ5しか使わない。あらら、まさかの打たれ弱さが。敵は一体だけだ。ランスロットから帰ればいいだけの簡単な話じゃないか。なぜ私は真正面からランスロットで挑んだ。メンバーチェンジ、メルトリリス。はい、皆さん配信の方遊びに来てくれてありがとうございます。楽しんでいただけましたらチャンネル登録、高評価まだの方ぜひぜひよろしくお願いいたします。さあ、人間たちは懲りないわね。こういうこともできる。どれにしよう。一発で倒して死んぜよ、このメルトリリスパワーでな。貫いてあげる、ぶち抜いてあげる。さてスターは何個。13個。全然たまらんな。まあしょうがない、この際もやってしまう。てかイベント特攻レースをつけないの。特攻レースをつけちゃうとランスロットがたまに2回宝具打てなくなるじゃないですか。それがちょっと面倒だなと思っちゃって。敵が5体いるようなケースの時に倒しづらいなって思っちゃって、まあ、ただこういうケースだったらメルトリリスにつけてよかったね。あーマジ、カードのキレが悪いわね。
シャルルマーニの宝具が完全にストライクフリーダムです。オルドルボーン。何オルドルだっけ。ちょっとシャルルマーニの宝具のフルネーム忘れた。なんかあの見た目は好きなんだけど掛け声かけづらそうだなって。なんか語尾がさ、あのアで終われる宝具って叫びやすいじゃない。ただなんかウで終わる宝具って叫びづらいから、ちょっと掛け声がすごい気になってたんだよね、シャルルマーニの宝具。だから最後だけ覚えてる。オルドル。いよいよ立ってるのも辛くなってきた。それは恋の病。壁に寄りかかりながら廊下を進んでいく。サーバント誰か担いだれや。もう一息頑張ろう。世界中の種かける2、そしてランタン。しゃがみ込む廊下。少ししゃがんで気を落ち着かせた。こちょこちょこ置いてある酒がめがちょうど良い椅子になる。椅子になるんだ。キアラさん担いであげて。キアラさんかつ、ランスロットに担がれたら宝具になっちゃうよ。確かに。死ね。おお、やったー、心臓だ。こっから心臓もらえる。やったねー。で、ランスローに戻そう。ランスローイズコ。ランスローイズコだ。もう、キアラさんが、キアラさん、あの人、筋力なんだっけ？筋力、いいだよね、あったとしても多分。無理だよ。筋力いいに人は活げんでしょ、多分。決めたい。お前であったか、敵は。ナイトボーダーで宝具化するとマスターとかちょっと強いね、確かに。え、戦えるじゃん、それ。マスターが皆あれになっちゃうやん。なんだっけ、あの、メディアのマスター。何先生だっけ、クズキ先生だっけ、忘れちゃった。あの先生と化すやん。さすがに一人で担げるでしょ。どうなんだろう。あ、でもなんか触手生えて普通に運びそう。触手で今思ったんだけど、なんかナイトオーダーであの人をね、あの宝具化するっていう点でなぜかね、急に頭の中に名刀花枯らしが浮かんだ。ちなみにあのネタがわからない方はワンピース名刀花枯らしって打ってください。あのすごい面白いものが見れると思う。クトゥルフかな。BB ちゃんかな。どことは言いませんが、巨大化して挟んで進むか。おっと、マスターなんたらが始まっちゃう。地球の代わりに。またお前か。多分敵一緒じゃね。心臓落とすやつなんて一人しかいないでしょ。だったらもう少しペースを上げるか。レソどこや、レソどこや、あれレソいた。イベントだったわ。イベントだったわ。敵じゃなかったわ、これ直接もらえたわ。いや、違う、直接もらえないわ。で、誰が出る？あ、やっぱ君か。まあ、君しかいないよね。イベントだけ、あ、そういうことか。イベントって、ラジャマル、確かにありだね、それは。貫いてあげる。ぶち抜いてあげる。要は、融合イントゥダイだ。すまんが、諦めてくれ。君に。生きる可能性はない。サラスバティメルトアウト。邪魔者にはそろそろご退場願おうかしら。
いや、やっぱね、攻撃力 200% アップは強いよな。そりゃ火力がこんだけ跳ね上がりしますわ。いいね。ベルト強化しました、さすがに。さすがに強化しました。前回ね、ポチッとして、あーっつって。さすがに強化したね。これはだって強化した、するしないはめちゃくちゃ火力変わるからね、本当に。心臓5個うめえ。あべ、心臓です。お、宴会だ。何これ。徘徊する大型。これ結局なんていうの？にょちゅ？にょちゅ？にょちゅ？些細な幻想。女になかって書いてなんて読むんだっけ？女中？多分あ、また敵がいっぱいいると予想して、これで女中か。女中って言いづらいな、自分で言ってて。最後の蹴りが一瞬ムーンショットに見えた。今ムートンショットか。ムートンショットベルト殴ります。クリティカルです。火力が上がります。クリティカルワンパンチ。この単純にクリティカルアップじゃなくて殴れば殴るほどクリティカルが上がるっていうシステムを作ったのはマジでいけつねえと思う。一人だけかよ。いっぱいいると思ったからわざわざメルトリリース引き下げたの。まったく空気が読めない女神だな。この女中さん空気が読めないぞ。そんな女中さんにお仕置きだ。はい、HH。いっぱい H を授かれ。即死入りそうな敵ですね。あ、え、即死入るのこいつ。どうなんだろう。え、即死入るんだったらめちゃくちゃありがたいけど、もう殺式で毎回やるよ。殺式じゃねえわ。剣式で毎回ズババって切るけど。アンフェル・シャトー・ティフ・ティフ。ヘイヤ。あれ？あ、倒すのね。マジで？倒しきるんだ。やってんな、お前。やってんな、岩窟を。首を出させましょう。暗証は何時の財布を指し示した。諭吉を出せ。金がいる。さすがイベント特攻レースを持ち、強いね。二代目将軍秀忠が手に入りました。よし、進もう。すまない、歴代将軍なんて覚えてらんねえよ。進むぜ、俺はやるぜ。さあ、上だ。陽気になるのか。一転して気分が晴れやかになってきた。ウォーカーは二手に分かれてる。せっかくだからどっちも行ってみよう。暴れん坊将軍。暴れん坊。わあ、塵がいっぱい手に入るよ。ありがてえ。ここ最近マジで素材がうまいイベントばっかりだな。ありがっつ。左。踊りたく廊下。こっちの廊下は酒器わかんねえ。酒器だと思います。酒器？なぜだろう。ついつい体がリズムを刻んでしまう。おっぱガッタブサーよ。でも歌うか。マジで歌うかじゃねえ。踊るか。正気。熱いハートがビート。さあ、まだ踊る。踊りながら進むと奥の方から何やら軽快なリズムが聞こえる。無限大な。よし。大蛇が陽気に踊っていた。よし、ダンスバトルだ。ダンスダンスレボリューション。皆さん、ゲーセンでああいった類のゲームやったことありますか？ダンスダンスレボリューションみたいな、あのなんか足元でパネル踏んでダンスのあれをするやつ。
私はないよ、ちなみに。じゃあなぜこの話題に振ったしっていう。でもあれガチでやったら多分痩せるよね。ないてかセンスない、それな、全くもってその通りだ。あれさ、最初にやるきっかけって何になるんだろうね、やってる人って。何回かありますね、マジで。いいね、ピトさん。チャレンジャーだね。楽しんでるね、人生。エンジョイ。ティフ。あれ、難しいですか、やっぱ。やったことないんだよね。やるきっかけがないからさ、やっぱ。日眠すぎて無理なので、おとなしく寝ます。皆さん、お互い健康に気をつけて生活しましょうね。はい、ゼアビスさん、お疲れ。おやすみ。寝る人はどうぞ寝よう、寝た方がいい。特に起きる理由がないんだったら起きない方がいいぞ。そりゃこんな時間なんだ。家にプレステのソフトとコントローラーがあったのね。え、プレステのソフト、あ、マジで、あ、なんか家用のやつか。つまり急に反省しだした、グダコが。どうした、気のめいる廊下。ネルギガンテ。ごめん、ネルギガンテの方向を真似しようとしたけど、なんかよくわかんないのに出てきた。これ何？誰今の？あら、青兄さんじゃない。あれ？泣いたのってどっちだっけ？泣いたのってどっちだっけ？だとあれだな、あの話が変わるな。カブ違うな、波紋かな。今から波紋でも寝るのかな。私はダンスダンスレボリューションプレスで出てたから、マット型のコント、へえ、あるんだ、知らんかった。ダンレボはないけどドラマにはやってたかな。あれかな、要はドラムのやつなんかな、つまりは。へえ、楽しいのかな。ドラムは楽しそう。ドラムはやったことないけど、単純にもう力いっぱいあれパンパンバンバンやりたいと思ったことがあるな。ダースベイダーの呼吸音に聞こえた。我が行くは温州の彼方、アンフェルシャトーティフ。ちょっと違うな、若干いびきな感じがするな。スリープロー、サンディおやすみ、グッドナイト。でも下手だから他に客がいそうな時はできない。ああ、まあそうやね、一人でゲーセンを占拠できるような状況だったら。ギターフリークスか、ギターのゲームか、すげえな。楽器全く触んないからな、私は。ああ、行き止まりか。うん。早く死んだろうか。おっと、少し黙っていいよ。アイテムを軽々ゲットだ。説教したくなるのか。ずっと黙っていたら何か語りたくて仕方なくなってきた。よし、今から好きな女の子について語ろう。部屋の中からブツブツ声が聞こえてくる。よし、語り明かそう。ゲーセンは一人で行くからよく二丁拳銃とかでシューティングゲーム。ああ、楽しそう。でも多分二丁拳銃でやるとあれじゃない、二人分のお金払わないといけないやつじゃなかったっけ。もうすぐマナプリが4000になる。ようやく、あ、ベラリサか、いいっすね。家でやるときは普通のコントローラーの方が、ああ、まあそうやね。家でやる場合だったら、まあ、ただ、それっぽい感覚を味わいたいから、あれになるんでしょうな。何？そのゲームについてくるコントローラーになるんでしょうな。マ
ナプリがもうすぐ4000になるのいいですね。俺最近マナプリ見てないな。今いくらだろう。ちょっと後で見てみるか。2人分の敵と敵が2人のように強くなってる気がしますね。おっと、なんかそれだけ聞くとデメリットしかないような気がするのだが、ゲーセンだとマリカーしかやらんな。他自身、自分もそうやね。ゲーセンに行ってよくやるゲームは、まあ、友達がいたらマリカーするし、一人だったら何かな、あの星と翼のパラドックスっていうロボットを操作するゲームが好きなんですけど、あれあんまりなんか知らんけど人気ないんよね。なぜかめちゃくちゃ面白いのに、なんでだろうか。 PS4 最近地球防衛軍5かフォートナイトしかしないな。ああなるほど。おっと倒しきれんか。あれ防御アップしてくれんの。え優しくない。なんで、何この防御アップ。あ、混乱の時だけか。関係ねえじゃねえか。これでどうか。リロードの時とか自分、あ、自己満の見せ方していく。カチャッつって。昔はポケモンバトリオとか、オレカバトルとかやってた。あのさ、これ、あれのね、名前が出てこないんだよ。ポケモンのさ、なんか丸っこいコマみたいなのがあって、それを3つぐらい設置して、チームバトルをやるみたいなゲームあったでしょう。なんていうかわかんないけど、ポケモンバトルじゃなかった気がするな。同じやつだったっけ。なんか丸っこいモンスターボールみたいなのを真似て、なんかちっちゃいコマがあってそれを配置するゲームがあったんだけど、前あれがすげえ好きだった。バトルドーム、バトルドームかな、わかんねえ。ゲーセンにあったやつで、まあ、おなじみ100円入れたら遊べるタイプのゲームなんだけど、まあアーケードゲームみんなそうか。なんかね、自分のターンになったらキャラを配置して、その配置に合わせた動きをポケモンがするみたいなやつがあったんだけど、コマっていう認識でいいと思う。なんかそのゲームの筐体の上で3つコマを置いて、そのなんか陣地みたいなのがあるから、それを配置してやるみたいな。私23だから、23が遊んでた何年前だ、ちょうど10年前くらいだと。バトリオ、あ、バトリオ合ってる。ちょっと待って、ポケモンバトリオちょっと見てみるわ。調べたら出てくるかな。バトリオ、バイリオになった。バトリオ、 R 反応してくれ。筐体で出るかな。これだ、ごめん、これだわ。合ってるわ、これだ。これだわ、これだ。イエス、バトリオ。ポケモンコマスター。子供頃、そう思うとポケモンめちゃくちゃやってたな。バトリオで合ってるわ。これです、私がやっとったの。子供の頃、一回すげえいい試合して満足して、そのまま帰ったら、その筐体の上に自分の当時最強だったメンツ、なんかレジギガスとかいたんだけど、あのハイパーボールのイラストをね、で、そのまま置いてって帰っちゃったっていう。あとりさん、昼間はガンダム。あ、そっか、今日土曜か。今日ラストだもんな。やりてー、ガンダム。昼間か、昼間できるかな。昼間にできたらガンダムしようかな、じゃあ。いや、エピトさんありがとう。言われなかったら忘れてたわ。エピタフさん、仮に参加するとしたら何時がやりやすいとかあります？せっかくラストのね、体験版だから、せっかくだからね、いろんな人とやりたいな、私は。コマ忘れるのつらそうなんよ。で、なんかそれ以降、もう、やらなくなったよね。とりあえず休みなので、午後かなら、あ、了解です。早起きするか。この時間帯に寝るとなると、多分、起きた時にはめちゃくちゃ遅い時間になってそうだから、なるべく早起きをしよう。強っ。ガンクソー強くね？ランスロット使ってたけど、やっぱガンクソーだわ。待って、ガンクツオ
シャトーティフ私も引けたんだっけ、あれもらったんだっけ、ランク2の絆ってスカディアももらったけどランク2まだなんだっけか。ガーチャーのノップの顔が浮かんでしまう。ガーチャーのサーバントだから急に涙がこぼれてきた。ガンダムかブレイサー、あーブレイカー3か、あれブレイカー3は両作の方だったっけ。涙が涙が止まらない、ねえどうかそこにいて、泥だらけ、もうちょっとしばらく歌ってないからちょっと忘れちゃってるわ。歌ニューがクソゲーか。じゃあ3は確かまだ両ゲーだった時代やね。手を取って、よしボス戦だ、任せろ、ガンクツ王が全てを解決する。明日というかもう今日か、今日の昼間はね、ガンダムエクストリームバーサスっていうゲーム、先行体験会を今ネットでやってるやつを、遊びたいかなと思います。まあ昼か夜かはちょっと分かんないけれど、最初ニュー買う予定だったけどお金がちょうどなかった時だからガチでよかったと今でも思う。なぜよろしかったゲームが悪くなってしまうのかは分からんな。よく見抜きましたね。そう、全く酔ってないのです。水着ノップのホークこの前見たけど、ジョジョのオラオラにしか見えなかった。オダオダラッシュ、オダ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 、天下統一できなかったわ、ごめん、できなかった、織田信長できなかった。当事者として知る権利はないのかしら。わからぬなら見落としてるだけのことよ。なんかちょっとケイネスの声でこの人の声、なんか再生されるような頭の中で。あお、女中が二人いる、オーバンブルマイ。そこを抜け、ノカズバ切る。一つだけ今後の愚かな質問を止めるために忠告しておこう。抵抗は無駄なことだ。なんかすごいそれっぽくない？そもそも先へ進むための廊下や階段を誰が用意していると思っている。なぜだ、カーマ様がそうお決めになったからだ。ケイネス、ケイネスっぽい、なんかケイネスっぽいよね、なんかちょっとこれから松平さんの声をケイネスで読み上げよう、ボイスを。やっぱね、声優さんがついてないのは悲しかろう、松平さん。私が直々にアテレコをしてやろう。何様やねお前って。結末知ってるから、あんまりケイネスのなんか最後だけはケイネスじゃないんだよな。あれ、あ、こんなに誰お次って、あ、待って、これキャラ配置おかしくね、何お次って、神経質な感じが出ちゃうね、神経質な感じ。さてティフティフされる用意はできているか、懺悔の用意はできているか。行くぞフォトンアイズ。間違えた、ギャラクシーアイズだ、フォトンはアイズじゃねえ、ギャラクシーアイズのフォトンドラゴンだ。カードの切りが悪い。ギャラクシーフォトンストリーム。
もうもはやもう完全に別ゲーっていうな。別ゲーっていうかもうそもそもゲームですよね。アプリゲーです。それルーラーの人か弓の人なんですけど、悲しい。私は悲しい。ポロロン。あ、そっか。ごめんごめん、ちょっとネタを理解しなかった。そっかそっか、内山さんか。ケネスさん、聖杯戦争に参加しなければ時計塔でね、普通にちゃんと教授として何一つ不自由ない生活を送れたはずなのに、なぜこんなことになったんだよ。ケイネス、何が欲しく、聖杯に何望もうとしたんだっけ、あいつ。家のよりは、より良い発展だっけ。あ、違う、なんか、聖杯欲しいより勝つことそのものを目的としてなかったっけ、あの人は。で、戦利品として聖杯があったらいいなぐらいじゃなかったか。この文書が目に入らぬか。控えよろ。ノップの担当してるキャラクターでこんな手からビーム出すキャラ他にいますか。あ、終わったの早っ。え、待って、びっくりしたわ。え、待って、全然時間潰しになってないじゃん。1時間しか潰せてないよ。ちょっとどうしてくれんの、どうしてくれんの。ちょっともっと遊び気でいたよ、私。もっと遊び、びっくりしたわ。昨日なんかすごく時間かかってたから、今日も時間かかると思ってた。まあでも昨日2回分上がってたからな。まあ進むか。今日俺もう松平さんのモノマネできないじゃん。めちゃくちゃやる気でいたのに。ちょっと消化不良、モノマネの。モノマネに消化不良なんていう概念があるのかは知らんが。我が城の神フルキルーン。フルキルーンよ。フルキルーン。フルキルーンよ。ルンルンルン。タカトラバタ。え、待って、なんだっけそのネタ。レースのところついついクリックしちゃうの私だけかな。なんだっけタカトラバタって。我が行くは温州の彼方、アンフェル・シャトーティフ。オーズ、あ、オーズのネタなんだ。へえ、知らんかったわ。一体だけ残ったけど、まあ君はこれだ。仮面ライダーオーズのネタをね。よし、仮面ライダーはうちマステグだと担当は私じゃないからな。ネタがわかる人が。暴れん坊将軍と共演したライダーだ。あ、なるほど、そういうこと。タトバタトバタトバ。ごめん、元ネタがわかんないから呼び方が合ってるかわかんねえ。メダル3枚でいろんな姿で変身するよ。え、すげえ、 EV じゃん。 EV じゃん。そうそうそう、トッシーじゃないとちょっとネタがわからんかな。てかまあ私以外基本的に仮面ライダーネタはわかるか。私だけなんだよな、メンバーで仮面ライダーネタがわからんの。最近のウルトラマンもメダルで変身する。あ、マジ？なんかあのオーブで時代が止まっちゃってるから、なんかあいつはなんだっけ、カードじゃなかった、カードで変身するから魔法少女系こいつって思った。どこのさくらさんかなと思った。白くてふわふわした塊がたくさん、抱き枕に良さそう。え、何それ、俺も触りたい。仮面ライダーで唯一私が分かるネタはね、あのシャバルーラッチ変身だけだからね。あ、なんだ、モフモフしてる塊ってこいつか。気持ち悪いな。
てか自分より身長高いぞ、おそらくこの抱き枕。待って、岩窟王って結構身長高いよね、確か。それでこの坂。あれってなんかこう見ると岩窟王とスカディって身長あまり変わらない説ある。ミシュランマンか。正直今のところウルトラマン、あ、マジ面白いの今の。マジか。え、ちょっと見てみようかな。 YouTube でやります。フリーで、フリーでやったらちょっと見てもよろしいぞ。ウルトラマンは単純に見たくなるわ、定期的に。やってる？マジか。ちょっと見ようかな。デュアッシュワッハッ。いや、このホムンクルスがサイドチェストをするのを想像してみた。サイドチェスト、お願います。そう、めっちゃモテたい。お願いますそう、めっちゃ痩せたいやね。お願いますそう、めっちゃモテたいから。ふぅ、すっ、自分ウルトラマン全盛期、ティガダイナコスモスとは自分もそんくらいですね。待って、ティガダイナと来てガイアじゃないんですか、エピタスさん。コスモスな、ガイアはどこ行った、ガイアはどこ行った。ガイアが無視されてる。ちょっと眠くなってきた。それは今のここにいる全員の心境だよ、グダコ君。鶴野さん、なんか鶴野さんのさ、ツイッターでなんかすごく丁寧な話あったよね。なんかなんだっけ、あの鶴野さんのお子さんがあのウルトラマンの映画か何かを見てたかわかんないけど、あのね、鶴野さん本人が出てるシーン見て、パパだーって、パパがウルトラマンだったんだって。めちゃくちゃ丁寧よな、子供からしたらさ。マジで、あの純粋にウルトラマン大好きだからさ、そんなウルトラマンが自分のパパでしたって最高じゃない。そう、 パパがウルトラマンだと気づいた子供のやつ、あれほど嬉しいことある？仮に自分のパパウルトラマンだとしたら本当にもう大好きだよ。絶対違うけどさ、絶対違うけど。僕は眠くない、眠くないか。ギリギリまで頑張って、ギリギリまで頑張って。やべ、フル、もうちょっと歌えなくなってる。なんだっけ、続き。とりあえず、何かの歌詞が入って、最後に、ウルトラマンが欲しいは覚えてる。ウルトラマンはね、別の人が中に入ってんだよ。お、やめろ、やめろ。父さんやめろ、父さんやめろ。それはダメだ。俺は微妙な顔をすると思う。あ、マジ？そうなんだ。それは言わない約束ですわ。それはもう鶴野さんのお子さんが何歳かは知らないけどさ、絶対に言ったらあかんで。おっ、やった、服のレベルアップをここで。あ、待って、せっかくだから服ちょっと変えよう。霊装のレベルがちゃんと上がるんだったら服を変えた方がいいな。仮面ライダーも戦隊も同じだから。そうね、結局中身は違う人だから。みんなあれだぞ、何歳になってもそれは絶対に言ってはいけないぞ。ディズニーとか行ってる時にね、そんなこと言われるとマジで着ぐるみの中に入ってるおっさんとお前は写真を撮ってるんだっていうことになっちゃうから。で、服装を変えましょう。普段はレベル上げれないようなのを上げたいな。ここら辺とか、まあ、こっちかな。レベルがこっちだ。うねうねした塊が見える触手。悲しいね、バナージ撃てません。バキュー。バ
私あのシーンめちゃくちゃ好きなんだよね。悲しいねパナージのシーン。切羽詰まってる感やばかったよね。切羽詰まってる感の中でのリリーとパナージのやりとりが本当にリアルだなと思った。昔ウルトラマンゼロの映画あった上映中、客が自分だけスクリーン、客が自分だけでスクリーン独占した。どういうこと？え、何？あの全員分のチケット買い尽くしたってこと？ある日の、そういうこと？ガンダムも今のアニメめっちゃおもろかった。あ、リ、え、なんだっけ今、リ、ダイバーズだっけ？え、ダイバーズ面白かったんですか？でもたまについたりするらしい。例出すとすればブレイドのダディとかビルドのゲンさんとか。あ、そうなんだ。本人が中に入ってるケースもあるんだね。え、結構な負担やね。それは負担と思うかは結局中の人次第か。朝一で行ったら他に客がいなくて一人で見てた。マジ？え、すげえな。エピトンさん、小さい頃から某ウイルス対策のために映画館の絶対誰もいないタイミングを理解していた。確かに子供朝は映画館にはいねえわ。ビルドダイバーズは微妙だったけど今のは若干。マジか。主人公がダブルオーガンダム系列を使うしか知らないんだよな、内容としては。エピトさんが映画館を買い取ったと。やべえ。エピトさん、あのフェイトステイナイトの時だけでいいからその映画館貸してください。朝一だと。そうなんだ。それは知らんかった。どこも一緒ですかそれは。モンストの映画で自分一人だった時あった。モンストの映画、モンスト映画あれかな、みんなもう見終わった後かな。みんなも映画館で一番少なかった時なんだろうな。なんか3、4人ぐらいしかいなかった時があったけど、何見たんだっけあれ。ちょっと覚えてないな。空の彼方の時。ああ、なんか微妙だったのかな、やっぱ空の彼方は内容としては。しかも映画館朝一だと料金安いのか、それは知らんかったな。いい情報知った。オラゴン欲しかったな。ねえ、オルタナティブドラゴン欲しかったね。待って、違うわ、そっちじゃねえわ。カナタの普通にあれだ、あのなんだっけ、神化素材用のやつか。おっと、ここでまた道が二股に分かれる。てかやっぱ全然迷ってないよな。基本的にはちゃんと正しいルートに行ってるのすごくね。私この迷路、あ、でもこうつくようにはなってるんだ。面白。カナタオラゴン、ああそうやね、そんな名前だったわ。わあ、オークゲージがどんどん溜まっていく、大変だ。棒、頭がグワングワンしてきた。二日酔いだ。使い目の症状だ。あれ、戦闘がないの？ホムンクルスベイビー直接もらっちゃってるけど、いいのかい？お、奥にまだ道がある。寝やすそうなろうか。皆さんは人生で、え、俺こんなところで寝てたのって思うようなことはありますか？映画館買い取っても上映の権利を買えず放置される未来が。なるほど。すべてが溜まったときあなたは殿になっているのです。アラフィーさんこんばんは、いらっしゃい。一回でいいから目が覚めたときここはどこなんだっていう、ちょっと命が危なくないレベルでちょっと体験してみたいよ。あの時多分赤バンされてる可能性あるにしても、見なくても報酬もらえるバグがなんかあったからなって思ってる。ん？あ、見なくても報酬、あ、あったね、なんかあったね、そんなの。ホテルでベッドとベッドの間にハマってました。怖い。面白い。
ベッドとベッドの間にはまなんかちょうどいい感じにすっぽり人が入るサイズだったのかな。飲みすぎてる、寝てる時に入っちゃった時は、あーまあそれはあるよな。ベッドの下で寝てた、何が起きた。え、寝てる間に寝相で潜り込んだってこと。バス寝過ごして終点だ。あーまあそれはあるな、それはあったことあるな。なんか気づいたらベッドの下にいた。ベッドの下広くねえか。私は自分が潜り込めるほど広いベッドの下を体感したことがないんだけど、広くねえかベッドの下。場所だけ貸して上映や持ち込みにすればいいのか、なんて便利だ。私は寝るときは寝ると意識しないと難しいので寝落ちがないんだよな。あんまり私も寝落ちはないんよな。ベッド以外では寝れないから基本的に。もう眠くなったらもうベッドに行っちゃうもんね私は勝手に。あれ？何これ、あれ番外がある。松平のとっつぁん出てきて、俺は単純にケイネスのモノマネがしたい。多分出ないと思うけど、番外ってことは多分珍道中でやって終わりでしょ。どこでも寝れちゃう、すげえな、どこでも寝れないわ。江戸時代地震が多いですね。このある動く歩道スイッチ切れますか。江戸時代って地震どうだったんだろうか。あなたの方が揺れてるんだと。ベッドで横になりながら放送を見てるので寝落ちばかり。ああ、なるほど。この体に捕まってもいい？え、またハリさん、それは具体的にどこの部位を指しているんでしょうか。3秒以内に決めろ。1番。男は1という数字だけよ、覚えておけばいいのだ。最近ちょっとこのモノマネのクオリティが低い、すいません、あんまり声を聞いてないんです。自分九州で地震来た時は来るまで寝てたんですけど、地震で地獄でした。あ、え、マジ。私地震あれよね、あの例の熊本のやつよね。私も当時は九州にいたんだけど、あれだったね。もう、便座の上に座ってたよね。急に携帯が鳴り出して、私人生初体験の地震があの地震だったんだよね。熊本の。あの、2015年ぐらいのやつね。あの、マジで焦った。マジで。人生初地震があれだったから、あんなにでかい規模が本当にびっくりして、エッチコロエッチチチチチコロポーン。雨やばい。ちょっと待って、私も今どうだ外は。そう、心臓バクバク本当に。トイレからね、自分の部屋の方が近いにもかかわらず、わざわざあの遠くの方にある台所の机の下にまで逃げるっていう謎の行為を行ってたわ。で、迷えるところ何個ある？多分これドーリンゴでいいかな。ドーリンゴ。九州地震結構あるイメージ、小学校の頃から。あ、マジ？なんか私はどっちかっていうと、2015年の熊本の件が発生するまでは九州は地震があまり起きないみたいなイメージだと勝手に思う。で、なんか今回の件でなんか急にやたら災害に見舞われちゃうみたいなイメージがちょっとついちゃったな。気を抜いたら今でも気を失いそうだ。
仕事に本当に熱意があった時にこういうのは楽しいんだけど、だるい仕事やってる時にこういう眠気が来るとマジできついよね。主が見たウルトラマンオーブ、うん、ウルトラマンオーブがどうした？基本的にウルトラマンは初代であればあるほどちゃんと見てたけど、最近で本当に見たやつはオーブだけやね。待って、使う必要なかったなこれ。てかワイパーテンペストってことは素材は何ですか？激鱗でございますか？激鱗であってくれ、許せ。激鱗であってくれ。ティフティフを行え。命の覚悟はできているか。我が行くは温州の彼方。温州の彼方。アンフェル。シャトーティフ。何か、うん、これ終わったら見た方がいいかもしれん。1話と最新話だけ残すから今日放送だから前へ消えるってか、前のが分け合ってオーブ見たら面白い。だって1話と最終話だけ残すから、あ、何、一番新しいやつ。一番新しいやつがオーブとちょっと関連があるから、あー、なるほど、はい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 、はい、あ、であれか、今見たら1話と2話が見れるのか。つまり羅ジャマル水槽、であとはここだ。動きすぎたせいか、いや2話も消え、あ、2話消えちゃってんのか。何話目だ。よし、これがラストクエストだ。温州の彼方。このゲームはどういうゲームなんですか？どういうゲーム、ゲーム性を聞いてるのか、ストーリーなのか、どっちなんだろう。ちょっと説明がややこしいゲームなんだよね。バトルは単純にスキルとか使って、こっちにあるコマンド、まあ3種類あるんだけど、それらを組み合わせて敵を倒すっていう、シンプルなコマンド系なゲームです。でストーリーになっちゃうと、ちょっと複雑なんだよねこのゲーム。フェイトシリーズっていうすっごい長いシリーズがあって、それのほんの一区分でこのアプリゲーがあって、まあ簡単にどんな話かっていうと、なんか歴史のいろんな、なんて言えばいいかな、歴史のいろんな問題が発生したところに主人公たちがダイブして、その歴史を本来の歴史に戻すっていう感じの話のゲームで、そうしないと現代、まあ2010、このゲーム当時なんだっけ、2015年だっけ、めっちゃ2017?6? が崩壊しちゃうから、なんか過去にちょっと異変が起きちゃってね、でその過去の異変を直しに行こうっていう感じのゲームです。すげえざっくり話した、本当に。今は5と4と1話が残ってる。ここが放送だから4は消える。なるほど。で、今やってるイベントのストーリーとしては、これ何時代？これ何時代？わかんない。江戸時代の何かの時代に来てて、大奥ってあるじゃない？徳川の。で、大奥の中に異変が起きたので、それを直しましょうっていう感じやね。で、今終わった。今日の分でやんなきゃいけないの終わった。で、明日また更新か。で、まあ、主人公を助けてくれるのが、まあ、歴史の偉人だとか、神話に出てくるような有名な人。まあ、モンストとかに例えたら、アーサーだとか、ギルガメッシュだとか、全然キャラクターは違うんだけどね、こっちだと。
みたいな感じよね。基本的にはこっちに出てたらもうモンストも出てると思っていいんじゃないかな。カバーされてないと誰がいる。芝居、あ、芝居いたわ、降臨だわ、芝居。メイブいないな、さすがに。メイブは向こうにはいないな。ここは見た方がいいかな。正直オーブ見たら楽しめるって言った理由が、なるほど。了解もある。さて、今日の分はこれで終わりだ。どうしようか。召喚で何か、オーブ、余ってる。オーブじゃない、聖書石。おー、でも今日のピックカーマじゃねえのね。またカーマじゃねえの。あれ？キングプロテイがピックしてる。どうしよう。ちょっとこっちも興味あるな。迷った日には引けと僕のパパが言ってた気がするということで引きます。うわープロテアおいでー。あ、これでね、ローディング入ってね、終わった。あー、もう終わった、この人生終わった。もうダメだ、生きる記憶がね封印して執行者がまさかの。あ、でも聖書籍的に30連はできる。まじで30連じゃねえ、10連ができるな。1回どっかのタイミングで。ちょっと今日は欲しいキャラがいないからとりあえずは放置するけど、もうすぐ月が変わるから交換しなきゃいけないものとかちょっと覗いていくか。お、やった、交換できるじゃん。おそ松さん、できるだけ最新のアイテムを用意したつもりなんですけど。パルパティ可愛い。このゲームエッチーキャラ多いですね。一応本家、まあ多分意識はしてないんだろうけど、本家が一応元エロゲーなんですよね。フェイトの一番最初のシリーズって。なんかそういうのもあるんかな、ちょっと。まあでも刺激的なキャラクターは間違いなく多めです。いいよね。うん。僕好きよ、そういうの。まあ、ただこっちはもうもちろんアプリゲーなんでね、全年齢対象のちゃんとしたゲームよ。たまになんで君アップルさんの審査すり抜けれるのって思うようなキャラはいるけど、メルトリリスとかマジであかんからな、この子。この子ね、このイラストだと意外と分かりづらいのか、ちょっと分かりづらいな。まあ、とりあえず股間部を見てもらうと分かるんだけど、隠れてないのよ、ぶっちゃけ。本当にここ、なんか、甲冑がこの部分包んでるだけだからね、この子に関しては。こっちより最終再現の方が分かりやすいか。ほんと見えてるもんね、これ。甲冑以外全部。なんでこれが通るの？アップルと審査を。意味が分からないわ。意味が分からない。マジで意味が分からないわ。危ないなぁ、ほんと危ないんだよ。他やばい枠誰がいる？ライコーさんもあかんよな、本当に。水着イラストとはいえ、あなたはちょっとやばいでしょ。あなたも相当やばい部類の人間よね、あなた。まあ、水着だからね。四天王寺とか絵変わったね。あ、そうそうそう、四天王寺はね、もう絵があかんので布がプラスされてます。あ、多分ライコーさんも布がプラスされてます。健全ですからね。うん、健全だからね。割とこれもドアウトだと思うんだ、私。もう深夜帯だからどんどんこの話題していくけど。アンボニー・メアリー・リードはマジでアウトだと思うんだ、これは。何かとは言わないけどさ。なんか最初出てた頃は、まだなんか、うん、女海賊感があってかっこよかったのに、なぜか再臨したらバニーガールになるからね、この子。なんで？意味がわからない。意味がわからない。なんでバニーガールになったあげこれになるの？はい、ちょっとテンションが上がりすぎましたね。やめておこう。これ以上はこの生配信の命が危ない気がする。ライコーさんも元だとどっかのタイマニー、こっちか、バーサーカーの方か、こっちでしょう。まあ、これタイマニーと言われても、もう何の問題もないから、タイマニーそのものだよ、正直。でもやっぱお気にはもうどれだけ周りがエッチかろうとなんだろうと一番好きなのはこれです。単純にね、露出してるこれもいいんだけどね、単純にやっぱなんだろう、見慣れてるせいもあってか、これが一番好きなんよな。やっぱ可愛い、単純にこのドレス
タイマンニングはまずいですよ。何がまずいってんだい。感度5000倍か。感度5000倍がまずいのか。え？エイペックスをやってる好きな配信者がね、この前エイペックスやってて感覚が狂ってて、なんかおかしいなって言ったら、ああ、マウスの感度5000倍になってる。タイマニングマウスかいっつって。めちゃくちゃ面白かったわ、あのネタ。まあ大丈夫。あのね、エッチな女の子だけじゃなくて、かっこいい男の子もいるからね、ちゃんと。男勢から見たさ、一番かっこいい男子って誰？この今のチャット欄だから、みんなの答えが知りたいわ。男勢が思う、そう、ヤシロですね。ペナさんご存知の通り。私、二次三次でヤシロさんが一番好きだから。男サバで一番好きなのみんな誰？男が答える好きな男サバ。私誰かな？男サバか。なんか持ってないキャラになりそうだな。でも割と最近のマイブーム、アッシュバッターマン。アッシュバッターマンね、これかっこいいんだよ。この仮面ライダーボード。カルナ、ああ、わかる。カルナもいいよな。インド勢いいよな、全体的に。インドのボーイズは本当にいいんだ。カルナかっこいいよな、カルナ。カルナどこにいる？カルナ、こちらですね。カルナってさ、モンストにいる？いないよね。エミヤかな、ミーハーで行くなら。あー、エミヤね、まあ。エミヤも結構人気票は高いでしょうよ。一応主人公だしね。主人公、まあ主人公って言い方はちょっと違うだろうけど。まあ、常連キャラだしね。カルナかっこいいよ。カルナかっこいいでしょ、これ。マジでかっこいいんだよ。しかもね、これでね、最初剣美なんだよ、これで。戦いも強い。頭も切れる、めっちゃ優しい。まあ、唯一の問題はあれかな、一言多いぐらいかな。カルナって豪絶違うね。男サバ、あっそう。こんな可愛い子が男の子なはずがないだろう。見直せって、ほら、こんなに可愛いんだぞ。男の子なわけがないだろうが。あれ性別でリスト あったわ。あ、性別はてなはてなになった。あれあ、性別はてなはてなになってんだ。男です。うん、結城葵の男。え待って、誰？感情だから違うね。感情だって。結城葵の男って誰？このゲームの。あれ、こんな可愛い子が男の子なわけがないだろう。いい加減にしろ。ほら、バニーガールになってなってるんだぞ。こんな可愛い子が男の子なわけがないだろう。あ、やっぱこっちもハテナハテナなんだ。え誰だ、勇気葵の男ゲームに。待って、誰だ。待って、答えるな。探そう。持ってたかな。あ、じゃあそれ別ゲーじゃん。別ゲーじゃないか、それ多分。別の作品やん。別の作品やん。どこのゼッケンくんかな。あ、ジナコ。ジナコなの？結城葵の男って、待って、なんで男だろう？ジナコが。ジナコは一応ちょっと持ってないから今出せないかな。今の画像で性別はてなわけで、今のが。なんでジナコが男っていう扱いになってんだ。あー、ケンミンさん配信お疲れさんです。スパチャットありがとうございます。ジナコのカーブ、サーバーのカルナだったか。あ、そういうことね。あ、結城葵の男ってそういうことか。はい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 。なるほどね、理解理解。今ちょっと単純に、イケメンボーイズ、可愛いガールズの話をしてました。FGO の話ですが。ガチにリアルで現存したら、付き合いたい女性サーバント行くか。みんな語ろうぜ。今日夜だから語ろうぜ。正直消化不良なんだよ、配信。やんなきゃいけないことは終わっちゃったけど。
仮にガチにリアルでこんな子いるとしたら付き合いたい子。あと、結城葵本人が大の彼などあるじゃん。あ、まあそうね。あの人は確かに両方好きだったね。ちょっと私が出せるキャラには限度があるけれど、さすがに持ってる持ってないがあるからね。でもリアルでガチ恋するとなると結構性格に偏りのある子が多いからな。ちょっと困っちゃうね。マシュはまあ鉄板、あまあ鉄板よね。主人公、今作主人公ですね。マシュどこいた？水木武蔵。ああ、武蔵か。武蔵出せないな、俺。図鑑にもいねえじゃねえか、あの子今。図鑑にも出せない子やね。可愛いでしょ、この子。主人公、アルフィーさん。主人公なんですよ、この子。このゲームの。主人公ってかヒロインか。ヒロイン X とエッちゃん好き。アルトリアではダメなんだ。あ、わかる。わかる。アルトリアにはない魅力がある。ちなみに私、あの、X も好きだけど、WX もめっちゃ好きっすね、私は。あの、可愛くてかっこよくもなれるヒロイン X って私ずるいと思うんだ。単純に私、このモードも好きだし、このモードも好きだし、このこれも好きだし、これも好きだし、ずるいと思うんだ、WX って。同一人物なのに謎の魅力の違いがあるんだよな。なんでみんなこんなさ、あの同一人物で顔が一緒なのに、ごめん、顔が一緒だけどちょっと違うのもいいんだよ。悲しい、 WX 持ってないんで BB とメイブ来た、許さん、なるほど。付き合いたいか、式部もいいかな。あー、紫式部か。持ってないな、ちょっと出せないな、紫式部は。式部いいな、確かに。誰だろう、あと、まともに付き合う枠か。断蔵ママではダメですか。私、いや、でも断蔵ロボなんだよな。いや、でも、いいじゃん、ロボットでも。男の子はね、やっぱ女の子とロボットを合体したら男の子は釣れるんだよ、とりあえず。間違いね。絶対釣れる。それか、おっきい水着バーも。あー、おっきい水着、わかるよ。おっきいよな。おっきい、おっきいよな、本当に。おっきい見てたらおっきいするわ、本当に。おっきいめっちゃスコ。ちなみにね、おっきい、ああ、いや、どれも好きなんだよな、水着おっきい。これもこれで、なんか、いいし、エッチだし、綺麗だし、もうね、たまらん。最終サイリンより、どっち、この3つのどれかがいいな。背景合ってんのずるいよな、ちゃんと。これかな、やっぱ。ここでしか見れないからな、これ。水着沖田さん。なぎこは現実であったら疲れそうだ。なぎこは、まあ、無理だろう。私、あの、ギャルっぽい子無理なんだよな、現実だと。ちょっと、人の思考になっちゃうんだろうけど。でも、なぎこさんは、あれだよね。ちょっと待って。あ、そうだった。もう、これを一回見た後、これを見ると、ギャップありすぎるでしょ、この子って思うわ、マジで。恥ずかしがるが好き。あー、沖田さんのね、わかるわ。沖田さん、確かまだ育てきれてないんだよな。アサシンの、あれがあんまり集めれる機会がなくて、あれ沖田さん、こうか。とりあえず、前回水着沖田さんをお迎えできたのは本当に嬉しいわ。恥ずかしがるが好き。僕は最初、あ、最初のやつか。なるほどね。金の分だけラムダには付き合ってもらおう。おっと、ベナンさん。ラムダに付き合ってもらおう。いいね。ラムダの方は結局出なかった。まあ、メルトで我慢しましょう、私は。あとは誰がいる？あとは誰がいる？癖が強いのが、癖が強いのがやっぱ多いからな、単純に。あ、単純にでも私、この子好きよ。この子っていうか、もうお母さんだけど、心理力。シンプルに良くない？このママン感。FGO 数あるママいれど、私やっぱ診療国が思考だと思うんだ。これを分かる方おりますかね。和骨 M さんいらっしゃい。今ちょっと、オークが終わって、深夜テンションなので、みんなの好きなサバについて語ってます。持ってないから分からない。あのね、めっちゃママよ、この子。待って、ちょっと一回、マイルームに置いて喋らせてみる。イラストなら最終サイリンのナタちゃん。ナタちゃんか。
嫁がいるのに堂々と浮気をするのか、ほうほうほう。そうなんだよな、嫁ネロが、嫁ネロが私の嫁なんですが、まあここは無礼講ということで。そうか。では、料理をしてみた？ちょっとちっちゃいな。任せよ。要は万能の天才。貴様の好みもバッチリ把握しているゆえな。あれ？ネロって料理できたっけ？公式設定で全然覚えてねえわ。ナサリちゃんペロペロ。ナサリちゃんペロペロ。お気に入り変更で、多くは悔いもらえないから早々に撤退し、あれ悔いもらえなかったっけ、なんかちょっと、ま、7本ぐらいはもらえなかった。第2層でセイルムにこもってるわ。まあ、でもまあ悔いが欲しかったら最優先は確かにセイルムっすね。こう皇帝特権で料理もできるんやろ。まあ多分解説としてはそれが妥当か。マスター診療力です。私のような被災の身を評価してくださり本当にありがとうございます。マイルームじゃあまりママミがわからんかもしれん。私はあなたに忠を尽くします。それがサーヴァントというものですよね。どうかマスターは何もなさらないでください。あ、ママだわ。私がすべて仕切らせていただきます。あ、ママですわこれ。全部丸投げできちゃうタイプのママだ。あかん。身長ですか？あ、嘘です嘘。あの服はちょっとその見栄を張って発注しただけです。六尺一寸なんて見栄を張りすぎちゃったかな。下谷さんは低い声出そうとしても高いよね。高いね。まあそれも一個の魅力ってやつや。見た目だけならねわかる。あ、めっちゃ好きよ、ブラダマン。ブラダマンどこや？今回、フランスに行ってね、わざわざ現地で生物を使って召喚しましたとも。あれ？下屋さんだっけ？下屋さんじゃなかったっけ？それは申し訳ない。間違えてしまった。ブラダマンってどれでもかっこいいんだよな。第二かな、一番好きなの。露出度が一番高いのはまあ3なんだけれども。2かな、やっぱ。かっこいい、単純にこっちが。まあ最終サイリンが一番バストサイズがよろしいことで。ただブラダマンなんか喋るとイメージちょっと違うんだよな、個人的に。そう、なんか声高いんだよな、なんか。まあこれはそれはそれで可愛い点の一個なんだろうけどね。聖剣の騎士よ、高きお方が、なんということ。ああ、サイン欲しいな。なんかちょっとイメージ違うよね。ティモシーみたいな声しやがって。ティモシーは草。行きましょう、マスター。騎士道とは、たゆまぬ鍛錬あってこそ。うん、なんかちょっと頼りない。慣れてたら、まあって思うけど、久々に聞くと、そう、なんか、ホーグ打ってる時とか気になんないけど、喋らせると。魔術師は嫌いです。魔術師というのは概ね冷たくて意地悪でいつも何か恐ろしいことを考えている連中です。あ、でもマスターは別です。マスターからはあの伝説の大魔術師、花の魔術師として名高きマーリン様の気配を感じます。セリフ長いな。マーリン様の演者でいらっしゃるならば、はい、問題なしです。うん、高いなやっぱ。アーサー号ってお前フランス人やっけ。まあまあまあ、イギリスとフランス言うて近いからな。うん、そういうことにしよう。そういうことにしよう。ブリテンだから、当時は等しく。ブリテン、わかんない。当時の領地問題どうなってんだ、わかんないわ。ブラダマンっての声優さん、周りにあった。だってブラダマンの中の人俺知らないよ、そういえば。誰だっけ。やばい。やばい、ベナナンに怒られる。存じ上げません。どなたですか、森永さん。やばい、存じ上げない。どちら。やばい、やばい、低評価つけられる。ベナナンに永久低評価案件をもらう。森永さん、少々、存じ上げませんね。なんていうの、下の名前。地裁でいいのかな、これ。20代声優だね。
いや全然わかんねえ。あとは誰だ、なんかここまで来ると久々にあれだな、久々になんかあんまり喋らないキャラ、マイルームで喋らせたことのないキャラ喋らせたいな。自前で持ってないからマイルームボイスちょっと聞いてみたいっていうキャラなんかリクエストあったら、あ、エレちゃん、エレちゃん聞くか。エレちゃんも言うてあんまり座らせたことないかも、マイルームに。どこや、エレちゃん。いた。せやさんキャリア長い割に30、あ、え、待って、だって初期からやってるじゃん、あの人。というわけで、このよりしろでの召喚に限り、冥界からちょっとだけ手助けに来たエルシキガルよ。そのニマニマ顔、普通なら剣の半分預けてもらうのだけど、あなたは人間だし、今回は多めに見てあげるんだから感謝してよね。こいつか、かわいいぞ。なんだこのパワーは。こいつかわいいぞ。こいつえ、待って、ちょっと思いのほかガチ恋しそうでちょっと怖いんだけど。落ち着いた頃のギルガメッシュもいるよね。あの英雄王ならいくつか貸しはあるし、今度素敵なディナークルーズでも用意してもらおうかしら。いつまでものんびりしてたらイシュタルに先を越されそうだしね。10代から声優活動してる人とか割と、あー、まあ2000年代からね。やべ、パステルメモリーズ見たことねえな。波川さんは本当に子役の時からよね。イシュタルにまで縁があったのね、あなた。言いたいことは山ほどあるけど、それはともかくとして同情するわ。あいつ、一年に一度は世界を滅ぼす級の失敗をする女だから。なんでわかるのかって？だって自分のことだもの。わかるわよ、そりゃ。ニューゲームのあれだ、え、あばねさん誰だっけ、沖縄の人だっけ、あばねさんが。あれ待って、誰だっけ、あばねさん。モンストのイシュタル知ってるとこっちのイシュタルとだいぶ差があるから、ちょっとギャップあるよな。ああ、ケツアルコアトルがいるなんて知らなかったのだわ。え、持ってない。あ、違う、クリスマスか。どうしよう、冥界でとことん演出にいたぶった挙句地上に投げ捨てるんじゃなかった。あんな脳筋女神に勝てるはずもないし、お願い、しばらく私をここにかくまって、マスター。杉田さんより年下な下谷のり子さんやぞ。ピッチピチやぞ、エッチエッチやぞ。それはさくらや。でもあの人の演技はエッチエッチなんだよ。ステイナイトのヘブンズフィール2回見たぞ私は。あのあれが見たいために、あのちょっと何を見たかはゴニョゴニョするけど、アクアとダメ神コンセンにしてる。出てほしいな、出てほしいね。発色の人、あー、はいはいはい。嫌いなものは当然、え、だいぶ印象違うね。とダメ人間よ。え、自分も結構ダメ人間だ、贅沢大好きですって。マジか、考えてみれば割と天然だったわあなた。これは私がしっかり教育してあげないと。下着を見に行ったな、わざわざ昼の、待って、昼だっけ夜だっけ、なんかだいたいとりあえずゴールデンタイムよりちょっと若干遅い時間に流れたあの映画は神だと思います。ディーン・バン・フェイト音楽いいけどストーリーを認めない。ボンテージ・サクラはいらなかった派。待って、ディーン・バン・フェイトにそんなもんあったっけ。あれ、ディーン・バン・フェイト、あれ、そんな話あったっけ。覚えてねえ。え、初めて見たフェイトの話なのに全然覚えてねえぞ。はい、そこベッドでぐーたらしない。ちょっと見るか。イベントがなくても最低限の訓練はしないとダメよ。地道な積み重ねが最後にはみんなを助けるんだからね。ああ、あった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 わ、あったわ。画像見て思い出した。キャスターが後ろにいて思い出した。あったわこれ。え、これ何、本家だとないの。え、本家のゲームだとなかったのこれって。あ、片付きにわかが露見。露見。
なぜ肉、あ、肉フルメからアニブリなの、あれって。え、あれセイバールートじゃないの。え、俺セイバールートがあれ、あれ単純にセイバールートのアニメ化だと思ってた。尺の問題。あ、何かのイベントのようね。頼れる女神が力を貸してあげるわ。あ、そういう、そういう大人のご事情があったわけですね。存じ上げました。あとは何だろう、さっきトムさんがナーサリーライムちゃんペロペロって言ってたから、さてゲームしてねえな。アンチ、アンチじゃ、アンチではねえ。ただゲームはやったことねえのは事実。ティータイムはまだかしら。マカロンはカシス味でお願いね。あのゲームをしてないおかげでね、一個いい点がね、ヘブンズフィールを本気で楽しんでる。話本当に分かんないからね。ゆっくり味わいながらするものよ。時間を気にするなんてもってのほか。いい読者は本の内容をより豊かにするものよ。その点あなたは合格ね、マスターさん。私とっても楽しかった。戦うのもいいけど気をつけてね、マスター。あなたが倒れたら誰がアリスを愛してくれるの。あ、ミュウ純粋に可愛いよね。ミュウ好きだね。エチエチな本を見せましょうか。やめろ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 、こんな子にそんなこと言うんじゃない。ミュウは可愛い。私はお迎えができなかった。イリアはいるんだけどね。本が人に恋をするなんて変かしら。いいえ、全然おかしくないわよね。だって物語に恋する人だっているんだもの。私とあなたは最高のカップルなんだわ、マスター。アニメエクストラ、あ、エクストラのアニメは見た。あのエクストラもゲームはやった状態で、あのもちろんやってます。で、アニメ見てめっちゃショック受けた。第1話の段階で展開についていけなかった。あのこのチャンネルって実は没動画に、あの今はもうなんだっけ、非公開にしてあるんですけど、あのフェイトエクストラゲームやったぜとゲームやってなかったぜで、アニメを見てみたっていう、まあ要はアニメ実況みたいな動画を上げてたんですよ、前はね。もう今はちょっとそれ、あの顔出ししてたやつだから消しちゃってんだけど、あの企画思いっきり潰れたよね。最初さ、思いっきりアニメすでに見てるぜのリアクションと見てないぜのリアクションで楽しもうみたいな感じのアニメにしようとし、あの、マジで、あの、アニメ実況にしようとしたのに、思いっきり企画倒れて、え、これどうしようみたいになっちゃって。単純に俺も楽しんでたわ、普通にアニメを。なら、ゆりよ。ゆりは、ゆりは、いいぞ。なら、リア友に最後、ミュー当てた、言ったら、レッドマンのスタンプめっちゃ押されました。人形体足抜けない。あの、とりあえず、アリスは、あの、エクストラゲームだろうが、エクストラアニメだろうが、ろくな結末を迎えなかったので、正直あのこの子可愛いんだけど、この子見るとちょっと重くなって、あんまり感情を、あ、なんか出せないんだよね、この子に関しては。この子あのゲームだと割と重い話になるので、エクストラのね、あのレコードリメイク版が、まあ、来年か再来年ぐらいに出てくると思うから、興味あったら皆さんぜひエクストラ買ってみてください。あの本当に名作なんで。まあ、リメイクの方がどうなるかはまだ出てないから分かんない以上、なぜ原作通りにしなかったのか。んー、まああれはあれで面白みはあったんだけど、ちょっと12話だから説明がすごい走られててよく分かんなかったんだよな。グレイターン、グレイターン見る？あれね、これさ、言いたいこと伝わるかな。これあの絵を描いてる人にすっげー失礼なんだけど、俺グレイタンアニメ基準が良かった。え、俺このグレイタンの顔あんまり好きじゃないねん。皇帝特権杖しか頭に入ってこなかったよ。尺短いしね。なんかあんまり話伝わってこなかったわ。グレイタンのこの顔あんまりスコじゃないんだよな、私。アニメの方のグレイタンめちゃくちゃ可愛かったんだけど。ということで喋らせよう。できたら、刹の顔は嫌っていただけますか？この顔についてですか？他にも似てる方を見た。でしたらいつか語れると思います。ああ、
もう少し待てってことだよ。野望言うなよマスター俺こあのなんだっけ、このボックス名前なんて言うんだっけ、アットか、アットの中の人小野大輔だと思わなかった。声優リスト見て本当にびっくりした。こんな声出るんだ小野さんって。 FGO ぐらい書いてるの確か牛赤丸の人。あ、マジ？なるほど。ええ、節の顔はもともと節のものではないのです。アーサー王、はるか昔に死んだはずの王を、あら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 、節の故郷は再現しようとしていたから。なんかこの子何？マイルーム、なんかこの子自分の顔のことについてしか触れないの？これ今でもこの顔が嫌いかって。待って、顔にしか触れないのこの子？いえ、嫌いではないのです。ただほんの少し馴染めなかったのと、師匠がこの顔を嫌ってくれたのが嬉しかったんです。だから師匠には無理なお願いをしてしまいました。なんかどのタイミングで終わってるのか分かんねえんだよなこういうの。あれ、君原作と顔違くない？チェンジで、まあ、無理やり変えられたからなんか。あ、え、待って、そうなの？え、俺この子生まれた時からホムンクルスとして生まれてるからこの顔だと思ってた。え、この子ホムンクルスっていう認識でいいんだよね、一種の。え、待って、私もしかしてこの子についての理解が何か足りないのかもしれない。あ、この子元これじゃないの？元々の顔、いつ頃だこの子実装したの？いた。そう、なんかアーサー王を再現しようとした村がなんか儀式的なのを行った結果生まれた、儀式的なのを行おうとして生まれた存在だと認識してたの。書いてないの？あ、はいはい。あ、幼い頃急激に起こったってことはあれか。あー、もともとじゃあ別人なんだ完全に。あー、え、知らんかった、生まれた時からこの顔だと思ってた。へえ。あ、だからか、顔嫌ってる理由、単純にアーサー王に似てるからだと思ってたわ。自分が嫌いなわけじゃないです。ええ、きっと師匠やライネスさんと同じようにあなたがいてくださって節は嬉しいんです。あの、この BGM と節、節じゃねえか、間違えた。あの、待って、名前が今パッて出てこなかった。あの、待って、あの グレイのさ、声とこの BGM めちゃくちゃ合うの？私だけ、私がだけそう思うの？この BGM と喋り口調めちゃくちゃ合うね。じゃけん現代に朝用の写し見作るんご最低だな。外で何か始まってるみたいです。あの、一緒に行きませんか？デートですか？行きます。声だけ聞いてる、わかる。こちらだ、こちらだよ、お気に入りだわ。あとは何じゃろうか。他あんまりマイルームに立たせない子。男衆誰か立たせてみるか。坂本さん、坂本さん立たせる。おい、お前、お寮さんにペタペタ触るな、食ってしまうぞ。ごめんね、こう見えてお寮さん人見知り、いや人間見知りだから。可愛いかよ。ああ、君かい。またお寮さんに会いに。え、僕の方？そっか、じゃあゆっくり話そうじゃないか。え、
ああ、そのことか。土佐なまりは新名がバレやすいから、普段はあまり使わないようにしてるんだ。そうなんだ。おい、お涼さんも混ぜろ。え、待って、めちゃくちゃあの本家のあれじゃない、本家の聖杯戦争をちゃんと意識してるじゃん。え、待って、エラコのサーバント、え、どこぞの伊蔵さんも見習ってください。あ、神明割れ警戒して土佐なまりやめてんだ。すげえな。え、結構偉くないそれ。おい、お涼さんが話すから、龍馬はお茶でも持ってこい。あれ、まあ、あのお涼さんがね。でな、そこでお涼さんが山の神だかなんだかをぶっ飛ばしたら、上の方から変な奴が降りてきてたな。それじゃ、よろしく頼むよ。いいか、思考と反射の融合で。え、マルトガンダム。僕の最後の話かい。ああ、あるね。実はね。おい、やめろ。その話はお涼さんに聞く。ああ、ごめんごめん。実はお涼さんはあの時買い物に出てて、僕を守れなかったって後悔してるらしいんだ。だからこの話はまた今度ね。待って、お涼さんって買い物できんの？今度はお前も龍馬を守ってやる。原作だと第5次聖杯戦争とかぶるとかで、英国でフェイカーだのなんだのしてるときに、フィユキでサーバン出せば召喚されて、霊力だか魔力だかアルトリアに反応してグレイム。あー、あれ、あー、ロードエルメロイ2世の事件簿って4と5の間扱いって、ハレルヤー。さて、北斎リクエスト来てるな。北斎、ちょっと水着しかないですが、ご了承ください。エシを殺すには刃物はいらない。締め切りの3つもあればいい。おお、怖い怖い怖いの金と丸のみだ。あの、北斎何言ってるか分かんないんだよね。国際市場、あの帰国市場からするとね、北斎さん言ってること難しくて何言ってるか分かんねえんだよ。悪いな、北斎さん、日本語を喋ってくれ、現代の。わ、ちょうどいいね、マスター。一つこのおみくじを引いてみねえかい。このひねったせんべいをな。ああ、飲み込みやった。あ、ひねったせんべいってあれか。水着北斎はエッチだ。エッチだよな。わかるぞ、トムさん、すごくわかる。間違えた。はあ、紐の話かい。構わねえ、ヘチマの顔とも思わねえよ。千女ってのはそういうもんさ。枕絵なら淘汰様の仕事場で見慣れてるしな。リアルすぎた特攻サーバント。実践経験はどうなのだって。マスターこそどうなんで。あんまりしつけど、気引かないで負けの札にしちまうからな。下の話を見抜かれた。あのね、ゆかなさんはなんでこんな、なんていう、いろんな声が出んの？俺、C2 と本家のゆかなさんの声と、この声と、あとなんだっけ、もう一個。あれだ、甘神の、なんだっけ、後輩の子。マジでさ、同一人物だと思えないんだけど、全部が全部。事件簿、こっちと同時期、冒険、聖杯戦争後の、あー、はいはいはい、なるほどね。了解。時代劇見て、来い、そしたら多少わかるようになって、あー、多分、時代劇見ねえんだよな。江戸弁当時ですら下町でしか使われてなかった。あ、そうなんだ。なんかおかしいな。剣を振るっても勝手が来るってか。いや、大丈夫だって。熱とかねえって。ちょっと離れておくんな、マスター。あ、ちげえからな。部屋にはそのままいてくれていいからさ。クソ可愛いやん。え、待って、可愛いやん。サーヴァントは諸人の書いた夢ならば、この俺は夢のまた夢ってわけか。儚いもんだけれど、それでいいのさ。俺はトト様とは違う。しがみつくのは粋じゃね。たださ、マスター、あんただけはおぼこな小娘がバカやってたって忘れないでいてくれたら。
今週、長い長い。最後なんて言った？最後聞き逃したわ。今年の冬から2世の、あ、冒険、え、マジ？新しい漫画出るんだ。深田さんで驚いたのは、東映版遊戯王のキャラしてたことに、え、待って、誰？東映版の。フォーリナーのアビーゲイル？戦場じゃ得体の知れないまさにあやかしの娘だが、ここではまだまだ青臭い目のあるまでほっとしたよ。将来は天下美人になりそうだ。あ、サーヴァントでそれは変か。美人か、たまには絵を描いてみてもいいな。アビゲイルは大人になったら美人だろうな。本当にタコの子北斎女体のが多い。あ、そう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 やね。水着版はあんまりあれかな、北斎は乗り移らないのかな、お家さんに。ああ、俺はガサツでふつつか者だからな。人様のお世話やら解放やらが空っぽでな、剣やら絵筆やらで気ままに遊んでるのが性に合うのさ。マスターも体はいたわっとくれな。めっちゃいい声してんだ、ほんと。ゆかなさん、ああ、あれか、あれか、東映版じゃねえ方の、なんだっけ、まあ、とりあえず本家のアニメには一切出てなかったやつか。まあ、どっちも本家だけどさ。さて、ちょっと眠気が限界値に達してきたな。終わる頃合いを探すか。やることはもうねえから、うん。ゲームだと、あ、転校したことになっちゃってんの？なんでだ？デュエルしねえからか、一人だけ。よいしょ。さて、じゃあ、やることもねえよな。待って、またまた多くポチした。相当眠いな、こりゃ。相当ね。終わりどころ探そうじゃ。明日休みだからちょっと夜更かしすぎた。ね。これ以上遅くなっても、みんなの睡眠時間を狂わせてしまうぜ。はい、というわけで、じゃあ、本日の配信、ここまでとさせていただきます。いや、夜中にね、マジで、語れて楽しかったわ。いや、やっぱこういう、語る回楽しいよな、本当に。うん。寝ようかな、お疲れ様、サラダバー、朝まで生で、朝の生で 生は無理やね。うん。はい、というわけで、配信最後まで楽しんでいただきありがとうございました。楽しんでいただけましたら、チャンネル登録、高評価の方をぜひぜひ、まだの方、お願いいたします。ということで、また次の配信でお会いしましょう。明日はまあ、ガンダムのゲームをお昼か夜かのどっちかにやります。なので、興味ある方、おりましたらぜひぜひ。ということで、おやすみなさい。サラダバー。